はい、こんにちは。日本改革トークツアーです。元文様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。メール登院登録もできたらよろしくお願いいたします。マスゴミが笛吹けば踊る石破、裏金議員を一転非公認に、4月の処分で党員資格停止、役職停止となった6人を非公認にする、なっておりました。これ一点ですね、一回ですね、いや4月に処分してるし追加で処分はっていうようなことを言ってたの、一点非公認って反発すごいだろうなって思いますけれども、不記載があった43人を比例重複立候補認めないと発表、つまり比例復活できません。この43人は非公認となったのは次の6名、党員資格停止1年間の罪、1年と処分下されていた下村博文元文科大臣、476万円不記載5年間でね、安倍派西村康稔元経産大臣100万円5年間で、安倍派党員資格半年停止の処分下っていた高木剛国対委員長1019万円安倍派、党役職停止1年下っていた萩生田光一元政調会長2728万円、多いな。安倍派三林博美元副内閣大臣、2954万、多いな。安倍派平沢勝衛元復興大臣1817万、二階派と、まあ6人のうち5人が安倍派ということで、まあ清和会なんですけどね、清和会が亡くなった安倍総理の、人気にあやかってですね、いつまでも安倍派って言ってた、自称してただけで、まあ清和会なんですけれども、比例単独候補が予定されている杉田水脈さん、尾身麻子、上杉健太郎については今後検討だそうであります。比例単独立候補のうちこの3人が、まあ、不記載がバレたってことですかね。世論です。これって追加処分じゃないの、安倍派にとどめ刺しに来たね、萩生田公認なし、すげえな石破本気だ、安倍派5人衆か、不記載やめさせようとしていた西村さんはかわいそうやね、西村って裏金規制しようとしてた側じゃないか、首相を目指す西村最大の試練、落選しなかったら許されたってことかな、こいつら公認なくても当選するだろうけど、公認しなくても別の候補立てないなら普通に当選するだろうね、西村さん選挙にめちゃくちゃ強いから大丈夫、多分下村と西村はめちゃめちゃ石破を憎むよね、その2人は来年4月まで党員資格停止だから復党できないよ、まあ、4月過ぎるまで復党できませんね、当選してもね、党員資格ないんだからそれは非公認だわな、党員資格停止の3人が非公認、まあ自民党員じゃないんだから公認しないっていうのは分かりますけれども、役職停止の3人が非公認、これは一度下った判決にですね罰を追加するようなもんでダメなんじゃないのかな。二階派の平沢さんは石破に投票したはずなんで裏切られましたね。いいよ、石破を激しく恨んで憎悪しても、平沢さん真面目に地元巡りに励んでるんで選挙すごい強いから、まあ、普通に無所属でも当選しそうなんですけれども、資格は立てないって、自民党がその選挙区に、立候補させないって、でみそぎ済ましてきてほしいと、ぜひ当選してもらって、無所属で当選してもらってみそぎを済ましてきてほしい、資格は立てないと石破言っておりました。この6人の中で一番選挙弱いのは下村博文元文科大臣ですね。板橋選挙区なんですけど人気ないんだよなこの人。次弱いのが高木剛元国対委員長、この2人は落選するかもしれないですけど、一旦ですね全員公認、比例も OK だって4月に処分済みだしとアナウンスしといてですね、やっぱ非公認は悪手ですね、反感も倍増ですね。
マスゴミの煽りに右往左往して余計なことやる。岸田政権そっくりですね。やっぱ信念がないとこうなるよな。麻生さんが予想した通りですね。石破政権は短命で、終わりそうだな。終わってくれという希望も込めて、比例重複ダメーの43人中41人が安倍派で反感がすごい。党を分断する史上最低の決定だ。自民党の一致団結なんてもうない。総理は作られた4人に迎合して仲間を撃った。ここまでやるとはね、石破さんからすれば安倍派を守る理由もないかもしれない。これで安倍派は死死類類だろうと。そんなに落ちるの43人中。世論です。お前らのせいだろ。全くだ。不記載してんじゃねえって話だな。不記載したのは事実だろう。騒いでる奴らは高市さんに投票しただろう。問題ないなら国民が票を入れてくれるやろ。石破はあんたらの仲間じゃないよ。世論が気に入らないなら堂々と世の中に向かって何が悪いんだって訴えればいい。いや、そもそも比例重複をやめろよ議員全員と。そもそも比例ってのはもうやめたらいいと思ってます。私はこれやめたらですね、普段全く発信しない怠け者が整理されてすっきりすると思うんですけど、比例1位で絶対落選しない C 和夫とかも落とせるしね。安倍派94人はほぼ全員高市さんに投票しただろうから、石破と岸田は敵と認識していることでしょう。岸田と石破の両もですね、これで高市さんの力そげるって思ったんですかね。安倍派を粛清したら保守層がいよいよ見放すだけなのにね。比例重複ダメーとなった安倍派以外の2人って誰なんでしょうね。この2人石破に投票したら平沢パターンで、怒り倍増ですね。自業自得ですけどね。麻生派だったら高市さんに投票した可能性高いですけども、八代弁護士、野大じゃないよね、八代だよね。公認外しは許されない、二重処罰、テレビで発言。世論です。高市潰しの安倍派粛清だろ。なかなか作詞だな、石破さん。メディアは叩いてたから、称賛しないとダブスタだぞ。中国や北朝鮮ならいざ知らず、日本人なら二重処罰はダメだわ。マスコミ利用して安倍派潰すのは岸田がやったて。今回の入れ試合も岸田だろう。どうせ安倍派を潰したい岸田と森山にやらせたんだろうな。わかりやすいじゃん。岸田の腹黒さえぐ。安倍派を完全に消滅させる方向に舵を切ったわけで、失敗すれば自分が反乱で切られる捨て身の合戦やな。選挙後に安倍派の逆襲が始まりそうと。安倍派の逆襲はどんなものか。高市さん、麻生さん担いでですね、離党し、新党結成はないな。多分ないな、これな。考えられるとしたら、執行部のやってることのリークですかね。不祥事とかね。官僚が邪魔な議員によくやるやつね。総裁選の決戦で石破に投票したのが189人。高市さんに投票したのが173人。その差16人だから、8人が、石破から高市さんに乗り換えれば、ひっくり返るビザですね、これね。元から党内での支持は盤石とは言えないのに、こんなことやっちゃうんだ。石破は岸田と同じでですね、政治センス全くないから、内閣支持率が今から見物ですよね。多分右肩下がりでずるずる下がる一方だと思うんですけども、2019年から2021年の石破派パーティー収支報告に80万円の不記載があったことについて、石破総理、事務的ミス、訂正したし、と釈明。西村さんは5年間で100万円の不記載で非公認なんですけど、それは、世論です。大石明子的な、総理がダブスタは草。報道特集でやってたな。安倍派の議員の前でどんな面で、説明するの。ここでけじめとして自分自身を非公認にすれば見直したのに。今年のダブスタ大賞グランプリ受賞。事務的ミスなら無罪と清和会にも言えるのけ。事務的ミスだも裏金だって、大石明子が吠えてたよな。無所属立候補でもどうせ当選するだろうから、ゲルが自身を非公認にして選挙で勝ったら見直したのね。政治センス皆無だから、そんな判断は無理っすね。令和の大石明子、単年度で450万円の不記載発覚。その後870万円の不記載も発覚。さらに寄付者が不明の1500万円の寄付が発覚。でもマスゴミは騒がないし、山本太郎は大石を非公認にはしないんだろうね。政治資金収支報告書はですね、誰からどこからいくらの献金があって、その政治家がどういう影響下にあるかを知るためのものなので、寄付者がわからないっていうのは大問題なんですけどね。どうすんのよ、中国共産党日本支部だったら。マスゴミのお仲間に
不都合なことは報道しないですよね。河野太郎が私を訴えていることもちっとも報道しませんし、仲間だから、パチンコ LGBT 岩谷武史外務大臣麻生派が一昨年と昨年の2年間で派閥からの入金500万円を不記載、行方不明金にしていたことが発覚。岩谷事務所、派閥からのキックバックではない、いやそういう問題じゃねえだろ、書いてねえっていうのが問題であって、世論です。処分はよ、お前は大石か、どいつもこいつも金に汚い、これも処分しないと不公平、不公平というより石破による分断工作、キックバックかそうでないかって関係ある？総理ともども非公認にしないと筋が通らん。しかもこいつはどんどん外国人にパーケン買ってもらいましょうとかほざいたやつ。石破は筋を通せる男じゃないから普通に無視するんでしょう、キックバックではない、不記載、不記載には変わりないだろう、岩谷と一緒で事務所もバカなんでしょうかね、こんな言い訳するなんてね、民間企業や個人事業主がですね、入金書かないで行方不明にしたら絶対税務署許してもらえないよ、絶対許してくれないよ税務署。マスゴミが笛吹けば踊る石破、今後追加で岩谷を処分するかどうかが見ものであります。額も結構でかいしね、500万円ってね。西村さん、あの100万円で処分されてるのね、腹黒岸田の指示で無視するとなったら安倍派というか処分された議員の怒りはですね、相当なものになりますね。俺は非公認で岩谷は公認なの、比例重複も OK なの、おかしいべってね。選挙後石破降ろしが始まるかもね。私が覚えてる最短政権で愛人を月30万円で買ったのがバレて、辞めた宇野宗介政権ですけれども、殿様細川内閣も短かったんですけど、どっちが短命だったでしょうね、覚えてない、他人がやれば不倫、自分がやればロマンス、さあどこの国のことわざでしょうか。弟が優秀で腹が痛いってことわざもある国のことわざです。今日の単身です。立憲野田代表岐阜県で演説、私はこういう解散の仕方をする人を許すことはできない、絶対許してはいけない。こういう解散ってどういう解散なんだ、どこがどう許せないんだ、ちょっとわかんないですね。政権交代目指す野党なんだから、野党第一党なんだから選挙は嬉しいんじゃないの、政権交代のチャンスなんじゃないの、解散が嫌ならなんでしょっちゅう不信任案出してんだって話ね。私この人にはですね、増税豚で民団の犬ってイメージしかないですね。ロシア政府タリバンのテロ組織認定を解除、タリバンはアフガンを実効支配しているんで、ウクライナでドツボにはまっているロシアとしては少しでも味方が欲しいってことですかね。まあロシア政府がテロ組織みたいなもんですしね、そこが他の組織をテロ組織認定するのがそもそもおかしいですもんね。アメリカのスティーブ・ベネット議員がタコは賢いから養殖禁止法案提出、大阪のたこ焼き屋さん養殖されてる牛や豚はアホということ、クジラもイルカも賢いから食うなって、言う人いますけれども、バカなら人間でも食っていいってことになりませんかこれ、賢さで食っていい食ってないを食ってダメを、決めるとしたらさ、馬肉食もあるけど、馬って人によって態度変えたり相当賢いですからね、豚だって賢いですよ、自ら進んで危険なことなんかしないもんね。豚よりバカな人いっぱいいると思うんですけどね、人に指示されて強盗やって捕まるやつとか豚よりバカだと思いますけどね私ね、豚は自ら危険なことをしないもんバカだなーって思いますけれども、というわけで、石破政権が一転非公認にして党内の恨みをめちゃくちゃ買ってるというお話でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。